おーれ、勝手に動く。そんな勝手に動くでしたっけ、これ。よし。ネタバレしちゃいけない。はい、インテリジェンアイデアについて話したいと思います。今日は勝利会見に皆様お越しいただきました。ありがとうございます。と申します。はい、Twitter でアットユースケってハンドルなのでフォローしてください。会社をやってます。インテリジェで今のところ飯が食えてるか食えてないかくらいな感じです。はい、でですね、まず事実確認から。僕はオープンソースのプロジェクトですね、 Twitter4j っていう、まあ、Twitter と連携するライブラリを作っていて、それからもう一つ、まあ、そこそこ使われているものでサムライっていうものはですね、解析ツールなんですけども、で、あれ消えて、で、まあどちらもそこそこ使われているプロジェクトなんですけども、はい、はい、プロジェクトなんですけども、Twitter4j の方は、まあ、コントリビューター67人侍の方は1人、まあ、これは、まあ、単純に使ってる人がの数っていうのはあるんです。Twitter4j もそういう方使われてる。でも、まあ、侍は侍で、結構ディープなハッカーが使うものなので、まあコントリビューターいてもいいんじゃないのかなと。なんでだろうという話からです。で、皆さんオフィス製品ですけども、 MS オフィス使ってる人どれくらいいらっしゃいますか。まあ、ほぼ全員ですよね。オープンオフィスとか、リブなんとかオフィス使ってる方か。ぼちぼちいる。あ、マニアックですね。まあ、でも、オープンオフィス圧倒的です。あ、MS オフィスは圧倒的ですよね。で、今日は優勝 ID と無償 ID の戦いっていう側面もあるのかな。まあ、ネットビーンズオープンソースで。まあ、インテリジェアイデアも、無償のバージョン、オープンソースバージョンもあるんですけど。で、まあ、MS オフィスの例からして分かる通り、いいものにはみんな金を払うんですよね。まあ、ただの方がいいに決まってるけども、やっぱり、まあ、互換性の問題ってのもぼちぼちやるかもしれないけど、微妙な使い心地っていうのはあると思います。いやこの中でも、ね、MS オフィスもうちょっとお金払ってないからオープンオフィスにしようかって言って断念した方もいるんじゃないかなと、まあ、僕もその一人ですけども、やっぱ見た目同じことできそうだけども、微妙にこう歯がゆいところがいっぱいある。そんなところは ID でも言えるのかなと思います。なので、まあ、優勝の ID のくせに生き残ってるってことは、まずこれは事実です。なので、まあ、これは客観的事実として、まあ、いい面があるんだろうというのは言えますよね。無償のオープンソース ID とですね、比べて、しょぼかったらジェットブレインズインテリジェンアイデア潰れてなくなってるはずです。生き残ってるってことはいいだろうということが言えるかな。で、インテリジェンアイディアなんですけども、どんなものかというと、最強の ID です。で、Java、今日は、まあ、JJAG なんで Java の話ですけれども、JetBrains って会社は他の PHP、Python、Ruby、PHP の ID も出していて、まあ、その機能も含んでます。なんで、最近はいろんな言語を扱いますよね。なんかサーバーサイドで、まあ、サーバーサイドの機関の部分は、Java だけれども、ちょっとしたカジュアルなウェブの部分は Ruby で書いたり、ちょっとしたスクリプトは Python で書いたりみたいなことあると思うけども、インテリジェンアイデアを使えば全部できるということです。はい、で、ほとんどの言語フレームワーク最新仕様に対応しています。で、しかも、まあ、さっき Java8 の話からやりましたけども、リリースに追いついてすぐにサポートしますよって話もしますけども、まあ、インテリジェの場合、10月からサポートしたりします。まあ、要は Java8 の随分前のビルドから対応していると。すごいですよね。なんで、リリース時点でサポートどころか、まあ、JDK がまだまだ不安定な、使って大丈夫なのかなって段階からサポートします。なんで、もうすでに、まあ、十分安定したサポートを提供しています。なので、ほとんどの言語フレームワーク最新仕様に正式リリース前から対応しているということがすごい。じゃあデモに行きます。はい。
まずはですね、簡単なプロジェクトを作ってみます。すごかったら、おーとか、インテリジェ、かっこいいってツイートするとかしてください。片貝さんに従って、名分ベースのプロジェクトを作ります。OK、OK。はい。で、お、インターナルエラー。よし。ちょっと今、EAP ってこれベータ版的なものを今日使ってますけど。そうですね。じゃあまずは、僕 Twitter4J を作ってる人間なので Twitter を叩くを作っています。メインっていうのをちょっとちっちゃいからもうちょっと大きくしますか。なんか特定のフレームワークとかの話だとやっぱりそれ知らないよって人も出てくると思うので今日はかなり一般的な、大体の皆さんに、これはいいなって思えるような機能を紹介して飛び道具なしで勝負したいと思います。はい。で、メインクラス作りました。パブリック、スタティック、ボイド、メインって言ってタブを押すと、あ、メインメソッドができる。やった。まあ、こんなのは、エクリプスだったらチェックボックス1個入れて作ります。それができるんですけど。はい。じゃあ、Twitter いきます。Twitter つぶやきます。Twitter イコール、Twitter ファクトリーとか。レッドシングルトンとか数で書いてますけども、まあ、当然 Twitter クラスなんか、プロジェクトにないライブラリーダウンロードしなくちゃいけない。でもメイブン対応するんでここで A って言ってアッドメイブンディペンデンシー、メイブンの依存関係追加するというのを選ぶと、まあ、メイブンのセントラルリポジトリってところね、全部インデックス持ってるんであなたが使いたいのこれでしょうと、まあ、お願いしますと言ってあげると、この憎たらしい XML ファイルですね。この XML 触らなくても、追加されている。なので、もうプロジェクトのクラスパスに通ってんで、あとはインポートしてくれる。あれ、インポート、Twitter ファクトリーなんか間違ってる。Twitter ファクトリー。おぉ。はい、直しました。はい、これで Twitter できました。それから Twitter、アップデートとステータスの場合、Twitter アイデア最高、JJAG ID ゴーズ。はい。で、赤線が出てるのは例外をキャッチしないからですね。もう簡単にメインメソッドに Twitter エクセプションを追加します。それから、ちゃんと認証させるためにファイルが必要で Twitter4J プロパティーズに残ります。ちょっと今は、あらかじめ用意してあるものを追加しますが、はい、ここでいけるはず。いきます。実行。おお、できた。すごい。まあダウンロードしてライブラリー追加して、ここにオニオとかしなくていいですよと。はい。Twitter4J が、Twitter4J もすごいですけども、Twitter4J もすごいです。じゃあもうちょっと一般的なコーディング。ちょっとフルスクリーンモードがあるんです、こういう時のために。で、そうですね。例えば、カスタマーってクラスを作ります。一般的ですね。クラス、カスタマー。で、プライベート、ストリングの、名前ってネームっていうフィールドがあります。で、じゃあこれに対してあれ、えい、ちっちゃすぎる。はい、ゲッターをネームのゲッター作ってください。から、コンストラクター作ってください。まあ、これくらいはどの ID でもできます。じゃあこのカスタマークラスを、ちょっとリストに入れます。じゃあ。ニューアレイリストで、アレイズアズリストニューカスタマーユースケっていうカスタマーとカスタマーの山本と他何でしょうか、ニューカスタマーの
ブレンズ。なんか足りない。何が？あ、そう。ここで、これちゃんとデモのためだ。これ赤線が出てるのは、このカスタマーってクラスがスタティックじゃないですね。なんで、このメインクラスがインスタンス化されてないと、このカスタマークラスインスタンス化できませんよっていうエラーが出てます。メインメソッド cannot be referenced from a static context。あ、そうですか。じゃあ、ここにスタティック追加ればいいんですね。言って直すこともできるけども、インテンションって空気読んでくれる、機能があって、まあ、オプションエンターを押すとですね、このカスタマークラススタティックにするよ。やってくれた。まあ、空気を読んでくれる。これでエラーがなくなった。もう一つ、じゃあこの、あれ、配列じゃない、リスト作ったんだけども、これ、まず変数に入れたい。変数に入れたかったら、ここでまた空気読んでください。オプションエンターと、introduce local variable。変数をどう作りますよ。で、変数作るときに、じゃあどんな名前にしようかって、こう、とか考えたけども、もうそんな考える人ない。ID が考えてる。カスタマーズって複数形のそれっぽい名前にしてくれたり、カスタマーアレイリストとか、アレイリストとかリストとか、カスタマーの複数形だからカスタマーズ。できた。便利。はい。で、そしたらですね、じゃあこのカスタマーを、今、ユースケ、山本、ジェットブレインズってあるけども、全部勉強します。じゃあ、カスタマーズって変数を書いて、イテレートすると、構文でぐるぐる回してくれる。この辺は、他の ID でもやってくれるかな。S アウト。やっとシステムアウトプリント、カスタマーの、ゲットネーム。これで実行すれば、できました。ユースケ、山本、ジェットブレインズ。まあ、これくらいは当たり前ですね。じゃあ、まあ、いっぱい配列取ってきた。その中で、一番かっこいいのは、なんか特定の要素だけ抜き出したいといった場合、まあ、Java8 を使うと、ラムダとかストリームとか使えばできるんだけども、僕はもうちょっとシンプルな、Java6 の脳みそでも分かるようなコードとして、カスタマーズに対して、リムーブ if、まあ、実はリムーブ if は Java8 で導入されているものなんですけども、でプレディケイツっていうのでですね、その特定の要素を削除するかどうかっていうのを、インターフェースを書くと、ここに対して、カスタマーのゲットネームでコンテインズじゃないじゃあマッチーズで、これマッチーズって正規方言を書けるものなので、横に何でも書けます。じゃあy で始まるものを書きましょうって言ったら y.aster ですね。あす、うん、あれ、なんか、何これ、これか、はい、これで y から始まるものだけ、受け入れる。あ、y から始まるものがあれば削除しますよ。今、ユースケ、山本、ジェットブレインズっていう、3つの、要素が表示されているけども、ここで remove if で y から始まるものは削除する。はい、実行します。なので、ジェットブレインズだけ出れば成功。伸びた。まあ、ここら辺はまだいい。で、じゃあ、ここ、y、ドットアスター。まあ、これくらいの正規表現はちょっと正規表現触ったりするなら誰でもわかる。めんどくさいのは、例えばじゃあ、ここにバックスラッシュが入ったらどうする。まあ、バックスラッシュは、極端な例だけども、ここにじゃあ、ゆうすけ18歳、山本21歳。ジェットブレインズ多分13歳ぐらいとかあった場合、そうですね、はい、じゃあこの13歳の人だけ削除する、ジェットブレインズだけ削除するっていった場合どういうふうに書くか、バックスラッシュでスケープしてカッコして、でさらに13でバックスラッシュで、これ正規表現考えると同時に Java のストリングリテラルの中のエスケープも考えなきゃいけない。まあ、スカラ使えば正規表現リテラルとかあるんですけども、Java は残念ながらないんで、まあ、こういうのめんどくさいですね。なんで皆さんやるのは一旦テキストエディターにコピー、テキストエディターで書いて正規表現確認して、まあ、正規表現の検索とかできるんで、まあ、これで OK だなと思ったらバックスラッシュを2かに増やして、それからエディターに ID にペーストしてとかやると思うんだけども、ここがアイデアの細かいところ。
この空気を読んでくれっていうオプションエンターを押してチェックレギュラーエクセプション、エクスプレッション正規表現のチェックっていうのができます。ここでじゃあジェットブレレインズ括弧13ってのにマッチさせたいんだよ、検索対象の。で今ここ背景赤になってるのは正規表現マッチしてないですよってことです。なのでここマッチさせる条件として、まあ、13って書いたけども、あ実はこの前に、AZ あれこれだね、出した、あ取ったはい、ちょっと何か違う、おそんなことがね、普通だったらあの空で書いて実行しておかしいなってこうブレーキポイントかけるか、プリント文なんかボコボコ入れる、かっこ悪いデバッグするかするんだけども、まあ実行する前にあこれでジェットブレインズにマッチするねってことが分かって、エスケープを押すと、なんでじゃあ僕も、なんかおかしい、バックスラッシュが足りない、バックスラッシュはい、はい、ちょっともう、はい、時間もあれですから U さん、はい、まあ、こう書いてるタイミングで、まあ、バックスラッシュはバックスラッシュに書いてくれるみたいなことをしてくれます。で実行すれば今度はジェットブレイン、さっきはジェットブレインとか残ってたけども、多分ユウスケと山本だけが生き残るいうことになる。うまくいった、便利、拍手で、あとはですね、ジャバイトとか新しい文法ね、いこうと話あったけども、これはラムダで書けるんですね、もちろんネットビンスと同じように、ラムダに移行すれば瞬時にやってくれます。このフォア文で回して書くようなのもカスタマーズの51で、あ、ごめんなさい、ちょっと頭が回らないので、これやると、はい、普通にストリームとかも使います。あ、書いてもカスタマーズのストリームの、マップはいらないか。何がどうだろう。あ、ちょっとごめんなさい、頭回らない。はい、無視、OK。OK。まあ、細かい空気読んでくれる機能をちょっと紹介しました。で続いてもうちょっと簡単な例、ストリングの配列がありますの、1、2、3、ストリング配列が2つある、カスタマークラスはなくなっていいですよ、はい、じゃあまたストリングクラスをイテレートしてプリントします。 S アウト S、はい、この STR2 こちらも、イテレートしておきます。イテレートします。まあ 1,2,3,4,5,6 にしようか、はい、これ実行すれば 1,2,3,4,5,6 って出ますね、はい、だからどうした。で、ここで気になるのは、まあ、これが業務のコードで、まあ、コピペでコードの重複がある。こういう時はリファクタリングですね。古めかしい方法だとこれをコピーして、プライベートスタディックゴニョゴニョってこうなんか貼り付けてコードを抽出するんだけども、まあ、今時のモダンな ID なら、リファクタリングでメソッドの抽出します。じゃあこのロジックをじゃあプリントっていうメソッドで抽出します。そこら辺はエクリプスでもネットビンズでも多分できますよ。 OK 抽出したらこのコード重複してんじゃないの、今抽出したメソッド適用できるでしょ、あお願いします言ったらこの抽出したメソッドを2箇所から呼び出してくれる。なので実行結果が変わらないまんま、よく困るのはリファクタリングしてメソッドの抽出するけれども重複するコードが他にもあるのを気づかずに
まあ、リファクタリングできた、メソッド抽出できた、共通化できた、で共通化された部分を修正して動かす、なんかおかしいな、前と挙動変わんないなと思ったら重複コードがまだあるのを忘れてたみたいなこと多分あると思うんだけど、まあもちろんこれ完璧に動くわけじゃないんで、まあうまくいくこともいかないこともあるけども、大抵の場合は抽出したらうまく、適用してくれますよと。嬉しいですね。あとは、あと細かいところでは、なんかこうコードがあって、そうね、なんかそうだな、こう3つ要素があって、この真ん中の要素だけ書き換えたいといった場合どうするかって、まあシフトをしながらこうやって選択して削除して書き始めるか、または、ダブルクリックして選択するか、でも間にスペースがあったらどうしようか、どうしようか、やっぱりこうえいって選択して、あちょっと境界が違う、よいしょ、あ行き過ぎたとか、こういう場面よくあるんですね。でここはストラクチャルセレクションっていうのがあって、ね、コマンド W って気持ち悪いところにアサインされてるんだけど、文法を見て選択範囲を決めてくれる。最初にコマンド W と押すと、今カーソルがある位置から、まあ、なんかスペースとかセミコロンとかの境界の手前のところまで選択する。もう一回やるとストリングの中身全体、もう一回やるとダブルコーテーションまで、もう一回やると配列の中まで、もう一回やるとって感じで、しまいにはメソッドとかクラスとかまで広げて、行き過ぎたと思ったらシフトをしながらやれば狭めていけますよ。これは地味に便利です。なのでこれ選択範囲広げて、リファクタリングで変数抽出やったら、あここを変数抽出できた、便利なこともできます。はい、ちょっと地味すぎましたかね。じゃあ続きまして、基本的にはコーディング支援ですけど、はい、すごいですね。プラグイン使ってません。そう、インテリジェ IP。続きまして、データベースいきます。データベース使ったことある人はい。まあ、最近はノイスケールとか流行りだけど、まあ、データベースは必ず必要ですよね。で、データベースつなげられます。先ほど、ネットビンズからの話ありましたけれども、あ、もうこんな時間経ってる。データベース。もちろんつなげられます。で、Java だとですね、内蔵のデータベース、ダービーとか、または、なんだろうな、ダービーとか、ダービーとか、H2 データベースとか使うこともあると思います。簡単なプロジェクトでは。なんと、そういったデータベース、SQLite もそうですけども、データベースのファイルをドラッグアンドドロップすると、もう接続できる。おお、これで、もう中身確認できる。あとデータベース接続できるのはいいけども、まあ、開発環境で同じネットワーク内に開発用のデータベースがある、またはローカルでデータベース立ち上げている場合はいいんだけども、よくあるのは、本番環境またはステージング環境があって、まあ、直接つなげられない、 SSH で入らないといけない。でそういう時どうするかっていうと、ターミナルから入って、MySQL とか SQL の、オラクルのコマンド叩いてコマンドラインで何か一生懸命やる。で、Windows からやってると、なんか、なぜかターミナルが家計選択で死ねとか思うことだけども、やっぱこの手の ID から直接で接続できない、困ったなとか、あると思うんだけども、なんと、IntelliJ IDEA を使うとですね、SSH でトンネリングしてつなげられます。はい、ローカルホストで、SSH トンネルしますよ、サムライズム .com、 弊社のウェブサイト実際にあります。ユースケで、SSH で、えいっと、さあ、うまくいくかな、あれ
データベース名はサムライズム。これどうだ？ん？何が当たる？何が当たる？あ、そう、ドライバー、ね、ドライバー大事で、これマイスケールで接続しようとしてるんだけども、今ここにドライバーは入ってません。普通はマイスケールのサイト、オラクルさんのサイトに行ってダウンロードして JAR ファイルをクラスパスに通してとやることがやる必要があるけど、ここでクリックしてクリックするとドライバーダウンロードして、はい、あれあれ繋がんない、あテストコネクション繋がったと。これでリモートの、これワードプレスのデータベースなんだけど、ワードプレスで AWP ポストとかにつなげたら、はい、出てきた。じゃーん、なんかブログの内容出てくる。で、SQL をセレクトアスターフロム WP ポストとか、もう、SQL に対してコードを書く。まあ、これまだ、しばしばストリングリテラルとして SQL を持たなきゃいけないことがあるんですけど、まだ時間大丈夫ですか？はい。で、env、まあ、これまだストリングなんで、ストリングなんだけど、いや、ごめんなさい、ここね、実は SQL なんですよ。また空気読んでください。オプションエンターを押すと、インジェクトって言って、ここで、MySQL の SQL なんですよ。言うと、コードハイライトしてくれる。で、コードハイライトするので、さっきのテーブル名とか出せる。ちょっとこれはちょっとプロダクションなんで、ちょっと怖くて、こうやって接続して、でも、この H2 データベースにちょっとテーブルを作ってみます。皆さんおなじみの ENV 表に、ENV ナンバーで、INT 型で、プライマリーキーで、ENAME で、テキスト型ですよ。で、テーブル作る。はい、エンプテーブルができました。あ、エンプロイって中におかしい。はい、エンプテーブルできたので、ここも、エンプ、お、お、どうした？ごめんなさい、さっきのマイスケールだよって言ったから間違えた。アンジェックとしてこれは H2 ですよと。これでいけるかな。エンプ表、はい、このこちらにあるエンプ表が、コード保管できました。これはストリングリテラルだけじゃなくても、JPA の、 あの JQL とか、ハイバネットとかでネームドクエリ作ることとかも保管できます。あ、とんでもないことしようとしたらこの、リファクタリングですね。まあ、こういった変数名をですね、なんか str をストリングにするとかいうようなリファクタリングって普通あるけども、他の ID でもあります。この sql のリテラル内の env、 これをじゃあ employee にしたらどうなるか、もうお分かりですね。ここが変わるだけじゃなくてデータベースの方も変わる。すごく危険なので気をつけてください。でもそんな危険なことも、安心です。そう、インテリジェアイデアだね。リードオンリーってモードがあるので、リードオンリーモードにしておけば、間違って上書きしちゃうとか、リファクタリングで意図しない、変更が加わるとか、いうことがはあります。はい。便利。便利ですね。はい、着々行きましょう。続いてはですね、まあ、プログラマーに欠かせない Git 連携、具体的に言うと GitHub 連携、ね、GitHub のいいんですけど、ちょっとさっきテスト用にフォークしたのがあるので一旦消させてください。これをセッティングでデリートにしよう。あ、 GitHub のアカウント持っている方がいらっしゃいますか？あ、ほとんどに僕には見えた。で、これ Spring for Guided Tour って言って、
スプリングの最新の機能をお試しいただけますよ。これで、まあ、ベースにいろいろといじってねっていうチュートリアル用の、簡単なプロジェクトです。オリバーなんとかさん、どこの人か知らないけど、スプリング背景の関係の人かな。はい、じゃあこれを、ちょっと僕のリポジトリに報告しますよ。はい、できました。あ、もしかしてさっきの手元のが残ってるかな。はい、削除削除。はい、で、まあこれフォークしたら、まあクローンインデスクトップってすれば、まあ、GitHub フォーマックが上がって落としてくれるんだけども、まあそんなのいらない。ここからどこだっけな、よくわかんないときはシフトを2回押すですね。何でもできる。GitHub。VCS。VCS。はい。チェックアウトフロムバージョンコントロールですね。GitHub からチェックアウトしますよ。そうすると GitHub の僕のアカウント、まあ、ID パスワードも入力済みなんだけども、僕のアカウントにあるリポジトリを全部調べてくれます。で、この中に先ほどフォークしたのが、スプリング OPQRS スプリングフォーガイデッツはビット、はい、やるとこれでクローンしてプロジェクトを開きます。ビット、インターナルエラーばっかり出てるけどもうまくいくことを願って、はい、開きました。はい、まあ、僕そんなスプリング詳しくないんだけども、まあ、普通にスプリングのアノテーションとかもそのまま認識してますよと。まあ、この POM XML にいろいろと依存書いてあるんで、はい、まんまいけますよ。で、ここでちょっと、さっきですね、試してみて気になったのは、どこだっけな、どこだっけな、コンポーザブル。コンポーザブルの、このマイアプリケーションサービスというのを、あれ、こちら、いるよ。ビルドするとエラーが出るはず。そう、このサンプルプログラムビルドできないですね。なんかおかしいところがある。で、じゃあちょっと直します。ライブで、Git のニューブランチつけて、あのバグ修正用のトピックブランチつけます。1個は JavaDoc の問題なので FixJavaDoc というブランチ作ります。はい、今ブランチで、ここまあ、細かいんだけども、引数の、名前、データソースなんだけど、ここはテンプレートになってる。なんで、ここを消して、データソースですよね。はい、直しました。コマンド系でコミット。アイデアのファイルは除いて、まあ、こいつをコミットします。で、JavaDoc2DLError。こうやってコミットする。はい、修正しました。で、変更を見ると、まあ、あれ、えい、ここに今修正した分が出てくる。じゃあこれは、まあ、いや、もう一個直しましょう。はい、もう一個、チェック、リモートじゃない、ローカルのマスターをまたチェックアウトして、はい、今チェック、マスターチェックアウトしたんで、さっきの戻ります。今度はコンパイルエラーの部分を直します。何がおかしいかというと、ここは引数、リザルトセットってなったのに、こっちは RS、これ名前解決できない。なので、これ RS って修正すると、はい、直りました。あ、直す前に、ブランチを切る。できるエンジニアはブランチを切ります。はい、コンパイレーションエラー、はい。ブランチ切り替えて、リザルトセットを RS に修正して、はい、コンパイルを確認して、よいしょ。コンパイレーションエラー。で、リザルトセットです。リザルトセットっていうパラメータを RS に変更しましたよ。
コミットアンドプッシュもしとこうか。プッシュして、はい。コンパイレーションにエラー打ち込んでプッシュします。はい。プッシュできました。プッシュできたので、今の修正内容は GitHub で見ても、あるかな。はい。コンパイレーションエラーってここで出てきましたね。多分チェックアウト、あ、まあいいや。で、今修正した。できるオープンソースエンジニアは、プルリクエスト。これちょっとさっき試すときにプルリクエストを送るのは怖かったので、実際にプルリクエストを送るのは初めてなんだけども。はい。これで、さっきのオリバーなんとかさんに、よろしくと。マスターにちょっとマージしろよお前と怒られましたね。マスターにマスターチェックアウトして、マージはい、あった、はい、コンバイレーションエラーをチェックアウトしてリクエストを送る。はい。で、ちゃんと修正内容は合ってるかなってリクを取って、あ、これはちょっと良くないですね。良くないですね。インポートの文を順番書き換えるとか、結構うざい。修正になってますね。うん、これはどうしよう、どうしよう。ちょっと JavaDoc の方にしとこうか。JavaDoc の方をプッシュ、プッシュ。いや、ちょっとできます、はい、ちょっと練習不足、はい、なので、はい、あ、データベースすごいですね。プログイン使ってません。そう、いや、アイデアだね。 GitHub すごいでしょ。プログイン使ってません。そう、イテージアイデア、ね、ウェブ開発、はい、皆さん Java だけじゃなくて Web も作ると思います。HTML ファイル作る、インデックス HTML、 はいはい、じゃあこいつを、ブラウザで見てみましょう。えい、デバッグ。はい。よっと。はい。はい。ここがすごい。ハローワールドって書くと、もうその場で出てくる。リブ、ハロー。いわゆる全コーディングになりますよ。ハローワールド。で、このハローってセレクターないので、クリエイトセレクターで、新しいです。CSS ファイルになります。スタイルって CSS ファイル作ると、あ、もう最初からハローってあるね。こういった色ですね。で、カラーのレッドってやると、色が変わった。で、フォントサイズ100ピクセル。あれ変わんないよ。あ、変わった。色をカラーピッカーで選ぶ。フォントサイズも自由自在。これは超効率ですね。同じようなこと JavaScript でもできます。スクリプトで、ソースイコール js.js。そんなファイルないよ。作ってくれ。はい。ファンクション、add、a、b。足し算メソッド作ります。return a プラス b。はい。はい。で、ここに、また、時間なんで巻いてください。はい、巻きます。巻きます。で、じゃあスクリプトで、あ、こっちのハローワールドデザイン、はい、スクリプト、はい、ドキュメント、ライト、ライト、アッド、1.1、足し算メソッドができた。もうその場で評価してくれる。はい、じゃあこれ足し算じゃなくて、いや、掛け算にしようよ。
掛け算にしたら反映されるはず、されたの違いると、はい、100×2 で200、300、400。おで、このアンドってメソッド、ファンクションにこれもリネームしようとしたら、掛け算だから掛けって名前にしたら、リネームされて、JavaScript の方のファンクション名も変わってますよ。これもし他にアンドってクラス名があるとか、なんか他にあってもグレップしてぐるぐる回して変えてるわけじゃないので、はい、安心してください。ちゃんと参照している関連箇所だけ、変えてくれます。あとは、はい、ウェブ開発すごいでしょ、プラグイン使ってます。ただし純正インテリジェアイデアと、Chrome 側に入れてます。パーツ対応最後これだけやらせて、あ、まあいいや、はい、ウェブアプリとかここからヘログとか Google アップエンジンとかにそのままデプロイできます。はい、すごいプラグイン使ってません。そう、インテリジェアイデアだね、対応パーツ、まあいろんなのがありますけど、いちいちプラグインとか入れなくていいです。事例、IIJ 様、導入した、効果、開発効率が向上した、行動品質が向上した、なんとパフォーマンス品質も向上した。っていうのも、コードを解析して、このコードコンパイル通るけども、こうした方がもっと効率いいよ、ぬるく起きないよ、パフォーマンス上がるよ、みたいなサジェッションもしてくれるんですね。なので、いいですよと。まとめ、インテリジェアイデアすごい、優勝だけども、英語の勉強になる。以上です。